米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は30日、日本時間31日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦の8回に2試合ぶりの43号本塁打を放った。2回に四球で出塁した際に今季43個目の盗塁も記録しており、史上初の43発 &43 盗塁を達成した。パワーと走力を兼備した選手にしかできない偉業。 さらにその裏でもう一つ、大リーグ史上二人目の記録を達成していた。動画、前人未到の43から43の瞬間。ボールを取ったファンは、大谷が逆方向に放り込んだ43号の動画 MLB 公式のサララングス記者が自身の X、旧ツイッターに、翔平大谷は今月11本塁打 &15 投塁を記録中。これは月間10本塁打。 15盗塁を記録した史上2番目の選手。2004年8月のカルロス・ベルトラン、10本塁打、16盗塁、以来と綴ったもの。こちらも20年ぶりの回記録だ。8月の大谷は不調の声が多くあったが、それでも10から15を達成した。試合前に42本塁打、42盗塁を記録していた大谷は、8回西無双者で打席に立つと積極的に振っていった。 ツーストライクからの三玉目、真ん中付近への直球を捉えると、打球は左翼へ高々と舞い上がりスタンドイン。10対5とリードを広げる一発に、一塁を回ると右手を突き上げガッツポーズした。さらに2回の打席では死球で出塁し、1死後今季43個目となる二投を決めていた。ここまでの数字を揃えた選手はメジャーリーグ史上初めて。